エンブリとは、初春の神事として、青森県八戸市一円を中心とする、東北各地で広く行われる、予祝芸能の一種である。八戸市における、保護団体は、八戸地方エンブリ連合協議会。2月17日の早朝に30組を超えるエンブリ組が、八戸市長者山の長者山白木神社にもう出た後に、同市の商店街で一斉釣りを行い、 その後さらに近郊農村部を角付けして巡り、20日までの4日間に渡って同市内の各所で演じられる。現在では観光的要素の大きい行事となっているが、もともとは儀礼性の濃い田楽の一種であるとされる。先端に鳴る小板や金輪をつけたジャンギと呼ばれる棒を持って踊られるが、このジャンギが田植え前に田を鳴らすのに用いるガラブリ、という農具に、 期限も持つものであるために、縁振りと呼ばれるようになったと伝えられる。農作業に活躍した馬の首をかたどりつるや、亀等の随獣を描いた、長大な絵帽子をかぶった三人から五人の、太夫という踊り手が、笛と太鼓、手平が根による林と、修玄風に田作りの情景を歌う歌に合わせて、首を傾け傾けしつつ、ジャンギを地面に突き立てたり地面をせるようにして、郵送に踊り、 編成は太夫をはじめ生やし方、歌い手など総勢20から30人からなる。すりはじめ、中のすり、すりおさめから構成され、各合間に、松の舞、エビス、舞、大国舞等の祝い舞や、田植えの様を滑稽に演じる、田植え万歳、曲芸風の金輪切れ、厚化粧を施された児童による、円古円古等の余興舞が挿入される。また、踊りは、 動きが、ゆっくりとした、長が、縁降りと表紙の早い、同祭円振りに2分されるが、途中で、ご祝い歌が入り、見聞いただきのある、長が、縁降りが古い方であるという。また、同祭円振りの絵星には、前髪というテープ状の房がついている。長が縁降りの絵星には、前髪はなく、リーダー、東九郎のものにだけ、ボタン、または、うつぎの花がついている。もともとは、 旧正正月に行われ、明治維新直後、物乞いに似た行為として、当時の県より一時禁止令が発せられたが、明治14年に、当時の有力者により八戸町内の長者さん、白木神社の神事として復興された。その後、明治30年からは、縁降り行列として、同神社の愛、殿神として祀られていた稲荷大臣の御子と御式も行われるようになり、 明治42年には、伊勢神宮の2月17日の記念祭に合わせて、現行日に改められた。演振り組の参加実績は33組の中、八戸市以外にも会場長に3組、南部長に2組、小平瀬町に1組の演振り組が存在する。また、一般参加の演振り組以外にも、一部の小学校や中学校が課外活動として行う、子も演武り組が存在する。 八戸地方の予久芸として芸能史的価値の高いものとして昭和46年11月11日に選択無形民族文化財とされ昭和54年2月3日に国の重要無形民族文化財の指定を受けた。ありがとうございます。